しっかり乗せてしっかりケアすればしっかり効果が出ると思うんですよね。私もピピ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 って感じだから。皆さんこんにちは、あいりです。今日ですね、久しぶりに使い切ったコスメを紹介していこうかなと思います。そうなんで、調べたらね、前にやった使い切りコスメは1年前でした。本当にちょうど1年前。そう、ロードです。そう、ロードでした。そうで、やっぱりね、1年間貯めていたのですごくたくさんある。もうここにあるだけじゃない、もうここにも並んでるんですよ。もうこれ紹介してたら多分ね1日かかっちゃう。はい、ということで今日は使い切ったコスメを紹介していこうと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。今日紹介する使い切りコスメ、リピするのかリピしないのかなんていうのもお話ししたいと思ってるんですけど、スキンケアとかはやっぱり効果をねお伝えするのって難しいですよね。私自身も全然わからないし、私はちょっとこれ良かったなとか、あと使い勝手ですね、こう時間とかも含めて、今の私のこの生活環境も含めて全部ね、そう、個人的な勝手な意見になりますので、参考程度にご覧いただけたら嬉しいです。はい、ということで紹介していきましょう。まずは、じゃん、ドモホルンリングルです。で、これが保湿液5本。そして、美活肌エキスです。これが4本。でですね、次がこちらですね。これがクリーム20です。5つあります。で、こちら。保護乳液が4本です。そう、本数がね、ちょっとずつ違うのは、どうもね、私の使い方だと、保湿液とクリーム20が早いですね。ちょっと量間違えちゃってるかもしれない。なんかこの2つは早くて、先行っちゃってる。そうで、美活肌エキスと保護乳液が後からついてきてる感じですね。ついてきてるっておかしいな。ドモホルンリンクルは前にね、お仕事いただいてから、出産前まではずっと基本はドモホルンリンクル使っていて、このね、ドモホルンリンクルのスキンケアを紹介した時にもお伝えしてるんですけど、劇的にこうシワをなくすっていう感覚よりも、どちらかというと肌を育てるようなイメージで私は使ってました。そう、元の肌が強くなるっていうのかな、これちょっと表現難しいんですけど、まあ産前特にすごくお世話になっていて、じゃあ産後は全くお世話になってないかというと、とんでもございません。他のスキンケアと併用して使ってます。ちょっとね、ドモホルンリンクルはしっかりね、こうお手当てをした方が効果が発揮されるので、産後はお時間かけられる時だけ使うようにしています。やっぱりね、好きですね、ドモホルンリンクル。やっぱりいいなって思いました。なので、また時間がしっかりかけられるようになったら頻度を上げてまた使えたらいいなと思ってます。でもね、ドモホルンリンクルさんね、何ヶ月かに1回ね、なんかこの基本4点を購入したらこれついてきますよっていうね、魅力的なねキャンペーンやってらっしゃるんですよ。どうしようと思って、だから本当に魅力的な時は買ってしまいます。次もね、ちょっとドモホルンリンクルさんつながりでこれも紹介します。これです。化粧落としジェルと洗顔石鹸。あとこれね、泡の集中パックです。今ね、名前が変わってます。やわ肌パックになってるんですけど、これQって感じですね。そう、これも使わせていただきました。いいです。いいんですよ。やっぱりいいんです。妊娠中はね、これ愛用してました。この泡を乗せて落とした後、なんかね、肌のね、なんかツヤ感がいい気がして、これも使ってたし、あとこの化粧落としジェルも、本当は良くないと思うんですけど、ウォータープルーフのものも結構落ちやすかったので、良かったなと思うんですけど、今の生活環境では、今このパックをする時間がなかなかなくて、また時間が取れるようになったら、続けたいなと思います。で、こちらもね、実はまだ使い切ってないのがお風呂場に置いてあって、正直ちょっと泡立てる時間がかかるので、ちょっと使い切るのに時間がかかるかもしれない。次のはどうだろう。次はこちら、サナエクセルセラムオイルクレンズ。香りもベルガモット&ユーカリの香りで、好きな香りだったし、ウォータープルーフのコスメとかも落としやすかったので、これは気に入ってリピートして今まだお風呂場に待機しております。で、もう一つオイルクレンジングで、これもね、エクセルと同等に良かったなと思うんですけど、アテニアスキンクリアクレンズオイルです。使ってみたらこれすごく良かったです。リピートしてもいいかなーなんて思ってたんですけど、パッとドラッグストアで買ったのはこっちでしたね。そう、また機会があったら使いたいなと思うんですけど、
難しい。でもオイルクレンジングはやっぱりウォータープルーフとかも落とせるから便利だなと思いました。昔のねオイルクレンジングのイメージってやっぱり必要な自分のこの油分までもをすっきり落としすぎちゃって、乾燥肌の人にはあんまり向いてないっていうイメージがあったんですね。まあ私乾燥肌なんですけど、でも最近のは違いますね。ちょっといろんなところに目を向けようと思いました。今までずっとミルククレンジング使ってて、カバーマークの、ちなみにカバーマークのミルククレンジング今大きいボトルのをお風呂で使ってます。でいっぱい置いてるんです、今お風呂場に。まだなくなってないんですけど、それも愛用してるし、そう、でもウォータープルーフのものを使った時はこういうものとか、あとは目元専用を使ったりとかもするんですけど、試してみるもんだなと思いました。次がこちら、エリクシールのクリアホットクレンジングジェルです。これリピートして今まだ使ってます。これもねお仕事で紹介してからやっぱりいいなと思って、でこのクレンジングはクリアホットクレンジングなのでホットなんですよ。ホットクレンジングのせた瞬間にね、こうじんわり温かみを感じるんですけど、それが秋冬本当に心地よくて、そう、香りもね落ち着く香りなんですよね。そんな感じでこうリラックスできるような香りで作られているから、それも良かったんですよね。で最近の私の使い方としては、こうメイクが薄い日とかノーメイクの日に1本で洗顔を済ます時に私はこれをよく使っていて、今でも使ってるのでお風呂場におります。次はこちら、ダブのクリアリニュークリーミー泡洗顔料、あとダブのビューティーモイスチャークリーミー泡洗顔料っていうこのケースがあります。どちらも動画で紹介してますね、前にねお仕事いただいて。それからとにかく気に入っちゃって気に入っちゃって、そうコクも気に入っちゃって、これ本当に今一番使ってるんじゃないかなっていうぐらい我が家では愛用しています。で今ケースだけお見せしてますけど、詰め替えもねすっごく買ってる。これはもうなくてはならない我が家には。そう、あで何がいいかって何も言ってなかった、泡で出てくるっていうのが本当にいいですね。そう、今は楽を求めちゃってるのかもしれない。成分的に考えるとね、もういろいろいいものはあるのかもしれないんですけど、楽は助かる。でこのダムの泡の洗顔料の中でもいっぱいあるんですよ、種類が。で前はコクーンのニキビ用みたいなこうさっぱり系の洗顔料を使ってたんですけど、今2人ともこのクリアリニュークリーミーを使ってますね。そう、もうこれは産前産後もうずっと愛用してます。次はこれです、カシー化粧品のミルキーシャボンです。これですね、乳液タイプの洗顔なんですよ。クリームっぽい感じで出てきて、で泡立てずにそれでお顔洗えるっていうもので、名品ですね。初めて買った時からいいなと思って、他のを使ってはまた戻って、他のを使ってはまたこれ使ってっていう感じで、ちょいちょいサンドイッチで使ってるんですよ。サンドイッチ、そう、使い方がサンドイッチ。まあもちろんね、何がいいって泡立てなくていいっていうのが本当に一番気に入っているところで、さらに洗い上がりさっぱりっていうよりかはこうなんとなくちゃんと潤いが残ってくれてるような感じがする洗顔料で、でちょっとほのかな香りもね癒されるんですよね。ほんとほのかなんですけど、これは朝使ってます。朝いろんなものを使っていて、またねリピートして買いたいなと思うんですけど、私調べたところね、こう店舗しか買えないイメージで、しかもその店舗もいろんなところにあってよりかはちょっとこう限られた場所なので、なかなかこう買いに行けなくって滞っちゃったりします。やっぱりこれもういいので、時々またサンドイッチで使っていくと思います。次はこちら、ソーダスパフォームプレミアム10000。これですね、なんかねたまたま楽天チェックしていて出てきたんですよ。で気になると思って、炭酸パックができる洗い流すタイプのパックで気になって買ってみました。使ってみたところ、ちょっと効果がね、効果としてははっきりわからないんですけど、炭酸パックだからいいよねって思っちゃってる。思い込みもあるかもしれない。出産前に使っていたんですけど、今はもう一本リピートしてお風呂場に置いているけど、出産してからは一回も使ってないです。なぜかというとですね、これ顔にのせた後1分から5分ほどパックして、その後洗い流すっていう使い方で、ちょっとその1分から5分がねなかなか設けられない。なので次はちょっとリピートはもししたとしても随分先になりそうな気がします。出産前から私はお風呂場で5分待つっていうものがちょっと難しかった、いろいろとめんどくさがりだから。
ちなみにこれ私顔にしか使ったことがなかったんですけど、裏をちゃんと見たらヘアパックにも使えるって書いてあります。次はこちら、RMK ダブルトリートメントオイル。これもねすごく人気ですよね。人気だったから買いに行ったんですよ。でまだ妊娠する前に買ってやっていたんですけど、だんだんめんどくさがりの私はやらなくなっていっちゃいましたね。スキンケアをのせる前にこれでこうしっかりマッサージをして、でその後ね化粧水を入れ込んだらまたさらに効果はアップするんだろうなと思うんですけど、まあ、一番やらなきゃいけないと思うんですよ。私たるみがひどいからやりなよって感じなんですけど、まあ、正直に言いますね。これ正直に言うと香りはすごく柑橘系でいいんだけど、ベタつきが私好みではなかったかな。いい商品なんだと思うんですけど、多分私はちょっとこれはお休みかな。次はこちら、これも本当に人気ですね。エスティローダーのアドバンスドナイトリペアです。毎日ね、愛用していたんですけど、これも難しい。人気って何をもって人気になるんですかね。今更何言ってるのって感じなんですけど、こう使い心地で人気になるわけじゃなくて、やっぱり効果ですよね。これを塗ると次の日肌の調子が良かったとか、ツヤ感が増したとか、そういう感じで多分評価されていくと思うんですけど、わからないんだよな。その日の夜これしか塗ってなくて次の日調子が良かったら間違いなくこれだと思うんですけど、いろんなスキンケアと混ぜて使ってると何のおかげかもわかんないし、じゃあ次の日の効果はスキンケアだけなのかっていうわけでもないですもんね。体の調子とか食べたものとかでも変わってきますもんね。そうだから難しい。すっごくいいアイテムだと思うけど、ちょっとこれもリピートせずにお休みっていう難しい。決してこれは批判とかでもなく、私の場合ですね、私の場合に限りっていう感じですかね。次はこちらです。エトボスのモイストバリアクリーム、保湿クリームとバランシング VC クリアスポッツジェル状美容液です。これはね、妊娠中に肌が揺らいじゃったなって思う時があって、その時に使ってました。これはほとんど香りがないので、香りが苦手っていう方にはおすすめですね。次はこちらです。トーンブースターセラムです。これね、前にお気に入りで紹介しているセラムですね。化粧水の前に使っていて、これね私が一番気に入っていたところが香りです。香り嗅いじゃおっと。ラベンダーの香りなんですよ。香りのせた瞬間にリラックスできるっていうか、ラベンダーが好きな方はお好きだと思います。ただですね、これずっと香りが残ってるわけじゃないんですよ。乗せたちょっと立ってからもうパッと香りがなくなるので、それもね逆にいいなと思って気に入ってます。これまたねリピートしたいなと思ってるんですけど、できればねお店に買いに行きたいなと思って。というのもこれ単体だとね送料かかっちゃうんですよね。ネットで買おうとすると送料かかっちゃうから、これはねまたリピートしたいなと思ってます。ただ今もう本当に極力使うコスメを減らして使ったりしてるので、ちょっとこれも少しお休みかもしれない。肝心な効果ですよね。難しい。効果を伝えるのは難しい。きっとその後に使う化粧水とかの浸透は良くなってるだろうなと思うんですけど、これを使ったからといってじゃあ肌がツルッとなりましたかっていうと、ごめんなさい、わからないですね。もうはっきり言っちゃいますけど、わからないけど、香りもいいし私はこれすごくね好きですね。次はこちらです。アユーラのセラムオプティマイザーです。可愛いですね。もう見た目が可愛い。これもお肌が揺らいだ時に集中的に使っていた美容液です。そう、これアユーラさんからいただいたんですけど、これもね調子良かったですね。そう、しかも乾燥肌用なので乾燥肌の方にもおすすめですね。次はもうぺっちゃんこ、すごい無残な姿なんですけど、ポーラの BA アイゾーンクリームです。これですね、出産前に使ってました。もう目の周りですよね。やっぱりもうたるみはちょっと置いといて、小じわですねとか、私はこうおでこの眉間のシワのところまで使ったりしてたんですけど、あとほうれい線にも使ってました。これもしっかりのせてしっかり
かりケアすればしっかり効果が出ると思うんですよね。私もピピ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 って感じだからちょっとこの効果をしっかり発揮できてないでしょうね、きっとね。自分の顔見るとどうなんだろう、効果が発揮できてるかな。そう、でもやっぱりね、ポーラさんの商品は本当に好きです。個人的には大好きでいいなって思うんですよね。なんですけど、まあ、ちょっとお値段が高い、お値段が高いからそれだけが難点ではあるんですけど、やっぱりいいなと思います。香りも好きです、 BA は。そうなので、また機会があればやりたい。次はね、同じブランドなので一気に紹介しちゃおう。こちらです。レカルカの CF セラムアドバンスとシムセラム EX、 あとベビーセル EX クリームで、これがファビラス A ですね。そう、レカルカも一式揃えて使いました。確かこの1と2番はリピートして買いました。で、それにプラスして一式使ってみたいなと思って保湿クリームとファビラス A を買っていて、レカルカさんもね、やっぱりいいと思います。うん、やっぱ人気なだけありますよね。そうで、見た目もシンプルで置いておくにもいいし、割とこう小さめだなって感じたんですけど、かといってすぐなくなるわけでもないんですよ。使う量はそこまで多くないので長い期間使えたし、いいなって思うんですよ。またね、これ効果がはっきりわからないからもう一回使ってみたいなと思います。なんかそのレカルカさんの中でまたこれ以外にも人気のね、美容液とかもあるから、またそういうのも足して一回フルセットで使ってみたいなと思ってます。次です。ちょっと化粧水とかセラム最後になるんですけど、こちらです。ブライトエイジリフトホワイトローションモイスト化粧水と、あと、リフトホワイトパーフェクション乳液状美容液です。これは前にお仕事をいただいて動画で紹介してるんですけど、今ねメインこれです。で、使い切った後今リピートして洗面所に置いて使ってるんですけど、これは前に動画でもお伝えしたんですけど、何がいいって、もう基本この2つでスキンケアが完了なんです。これはもちろん化粧水なんですけど、導入美容液としての効果もあります。あとこちらは美容液もだし、あと乳液もこうセットになってます。なのでこの2つでスキンケアが完成するんですよ。それがねもうありがたい。今これをね一番愛用していて、これが基本でそれにプラスして使ったりしてます。時間がない時はもうこれだけ。はい。で、次は、スキンケアとちょっと違うんですけど、出産前にすっごくお世話になったものがあるので、一緒に紹介させてください。それがこちら、ユースキンアイですね。これは、妊娠後期に、ものすごく全身が痒くなったんですよ。特にお腹が痒くて、で、それは、皆さんから、妊娠線ができる前触れなんじゃないか、なんてね、教えていただいて、で、その時に、これおすすめですよってアドバイスいただいて、使ってから、どんだけお世話になっただろう。っていう、これかゆみ治療薬なんですけど、もうちょっとないもう綺麗になくなっちゃってるわ。もう全くお見せできない、さっぱりとしたクリームでした。で、これがステロイドが入っていないかゆみ止めではないのかな、なんだろう、かゆみ皮膚炎湿疹じんましんかぶれ汗もただれにいいみたいで、もうお風呂上がりはいつもこれ塗ってて、かゆいところにはこればっか塗ってました。そうなので、出産前同じようにかゆみがすごくあって、まあお医者さんでねお薬もらうのが一番いいと思うんですけど、パッとドラッグストアで買えるようなものでステロイドが入っていないかゆみに効くものがないかなと思ったら、これはかなりおすすめです。助けられました。次はパウダー紹介します。まずはこれですね、コスメデコルテのフェイスパウダー00です。もうこれも人気の商品ですよね。コスメデコルテのフェイスパウダーはもう何年ぐらいお世話になってるかな、私軽く10年は超えてると思います。で、10年15年前ぐらいにはこの00がなかったんですよ。で、私11番か12番使ってて、ツヤ感の出るパウダーを使ってたんですね。それ本当に気に入ってずっと使っていたところ、00が途中で出たんですよ。で、00はパールとかラメが一切入ってないのに、乗せると自然なツヤ感が出るんです。で、崩れにくいし、仕上がりが本当に綺麗で、そう、今もうこれはリピートして00常備してます。次もパウダーです。こちら、エッテュセのフェイスパウダー。
なんですけど、これね今もうリニューアルされて違うパッケージになってます。でこれ視聴者様からいただいたんです。そうありがとうございます。もう使いました。でこのパッケージもねこう桜の限定パッケージですっごく可愛くていいなと思ったし、あとねこれすっごくいいなって思ったのは、花粉とかで肌荒れしちゃった時に使うのにもうとおすすめで、肌が荒れた時に使うにはもう抜群でお世話になりました。ちなみに色がつかないのでファンデーションの色を壊すことなく使うことができます。あとあのこの00もほとんど色がつかないので使いやすいです。次はこれです。キャンメイクのシェーディングパウダー04です。これはねシェーディングパウダーで、ここですよ、私のこのミッキーマウスラインを消すために、まあ消えないんですけどね、ちょっとでも軽減させるために使うんですけども、どんだけ削りたいのっていうね、削れないのにちょっとでも細く見せたいっていうことで消費が激しい。これなぜこれかというとですね、色がないので分かりづらいんですけど、シェーディングパウダー04番はグレーっぽいんです。ベージュっぽいブラウンじゃなくてこうグレーっぽいブラウンなので、私の肌にはいい感じにこう影を作ってくれる気がしてて、影ってない、クギョセザンヌなんですけど、そう自然な影を作ってくれるこのカラーがすごく良くてこれを愛用しています。ただこれと同じようなカラーがセザンヌからも発売されたので併用していこうかなと思ってます。次はじゃん、皆様もご存知のダイソーのユーアグラムスリムスケッチアイブロペンシル BR4 番です。これですね、あのどこにも打てないですっていう声もよく聞くんですけど、店員さんに聞いてくださってまた再入荷する予定ですよっていう情報を教えていただいたりとか、もうこれ廃盤となって今違う商品が売られてますよっていうメッセージもいただいて、どれが本当なんだろうと思ってすごく悩む。でもこの前行ったら売ってなかった。え、どうします？次どうしよう。これを超えるアイブロウに私出会える気がしなくて、110円でこの書き心地で、さらに反対側にこのスクリューブラシがついてるっていうね。で今ありがたいことに私視聴者様からもプレゼントいただきありがとうございます、送ってくださって、今残りあと3個かな。もうこれねメルちゃんが大好きでね、そのメルちゃんがちょっとかじった跡とかもあるんですけど、ちょっと今もねここにいるんですよ。いっぱいコスメが置いてあるところに、メルちゃん、メルちゃんメルフ次は K パレットワンデータトゥープロキャストザアイライナー04番のあずきと02番のショコラブラウンブラック2つと、あとココアブラウンですね03番4本あります。もうなんかもうこれが良すぎちゃってずっとこれ使ってます。描きやすくて腰があってブラシに、それもいいし、あと落ちづらいですね、それもいいですね。ただ一つだけ言わせてください、ちょっとね蓋が甘い時があるんですよ。しっかり蓋を閉めたはずなんだけど、気づいたら蓋が取れてる時とかあって、あ、私蓋をちゃんと閉め忘れたんだなんてずっと思ってたんですけど、そうじゃなくてで何回閉めても次使う時にちょっと蓋が開いてる時があって、そうすると乾いちゃうんですよねブラシが。なのでちょっとそういうことがあるものに出会う時があるのかなと思って、どうですか？たまたま不運だったのか私の使い方が悪かったのか、そうちょっとこの蓋があれカチッともうちょっと閉まってたはずなのになって、でも開いてるなーなんていうことがあるので、ちょっと気をつけて使いたいなと思います。次もアイライナーです。これがキャンメイクのクリーミータッチライナー02番です。これもやっぱりですね、この前リピートしてきました。キャンメイクのクリーミータッチライナーは本当に何回もおすすめって言ってるんですけど、描きやすい、本当に描きやすいです。でジェルライナーだったらもう私これがやっぱり一番じゃないかなと思うぐらい本当に描きやすくて落ちづらいです。この落ちづらさは本当にこう目元専用美容液使うか、あとオイルクレンジングを使わないと落ちづらいですね。そのぐらい落ちづらいので、お洋服がいいっていう方にはあまりおすすめじゃないんですけど、やっぱり掛け味としては最高ですね。もう本当に次から次へとおなじみの商品出していきますね。こちらキャンメイクのクイックラッシュカラーイージーリムーブです。これ前のタイプで、あの白濁色タイプです。これすっごく好きで、本当にもう何十本何百本何百本いってるか何百本もいってないな、もう本当に何
回もリピートしてるんですよ、マスカラ下地ですけど。でもこれめでたくねリニューアルされて、白濁色タイプがなくなって透明タイプと黒とブラウンがあるのかな。で今前に買った黒とブラウンとあと透明があるので、それを今使っています。でも正直にお伝えすると、私はこれがいいです。この白濁色タイプが一番なんかまつげがボリューミーになって、カスカスの私のこのまつげがねちょっとマシになるので、これがやっぱいいですね。なんかもうないからねしょうがないんですけど、私次に出た新しいタイプがもう少しこうボリューミーになるといいなと思ってて、まつげも細すぎちゃうから、また他を冒険しようか悩んでます。これが出たら次はね、またおなじみです。こちら。オペラのマイラッシュアドバンスト01。もうこれもね、ずっと今までの動画で伝えちゃってますけども、ブラシがね、細くて使いやすいんですよ。まつげに均一にマスカラがつくので、なんか自然なんですよね。で繊維が入ってないです。繊維が入ってて、もっと長さを目指したいという方には少し物足りないかもしれないんですけど、どうもやっぱ繊維入りがうまく使いこなせなくて、一本だけめちゃくちゃ長くないみたいな。で、他のとこを長くしたいんだけど、その長い一本がどんどん長くなっていくっていうことがね、結構あるんです。私が使うと。なので、繊維ない方が良くて、自然なんですけど結構ボリュームも出してくれるし、ダマダマにもなりにくいし、それもすごくいいですね。あと目の下につきづらい、つかないわけじゃないんですけど、目の下につきづらくてオイオフなので洗顔しやすいっていう、そう、そのメリットでずっとこれ使ってます。でもそろそろね冒険しようなんて思ってます。他にいいのがあったら教えてください。つい最近渡辺直美さんがずっと愛用してるっていうデジャブのぬるつけまつげだったかなを紹介されてて、買ってみたいなと思ってます。はい、そろそろ旅に出かけようかな。でね、ちょっと旅に出かけてこれも良かったので紹介させてください。こちら韓国のコスメで、ディアオウンノーリミットマスカラです。これね、視聴者様から教えていただいてありがとうございます。そう、これもねすごくいいです。これ何がすごくいいかっていうと、下地なしでのせてもまつげが落ちてこないんですよ。なんでマスカラ下地をのせるかっていうと、カールキープですよね。カールキープをしたいから、そのためにいつもマスカラ下地をのせて、その後マスカラをのせるんですけど、マスカラ単体だけでカールキープしてくれるものっていうのがあまり出会えてなくて、その中でこのディアオウンっていうのはビューラーで上げたまつげが落ちてこないのに、こうマスカラとしてしっかり使えるので、それもねすごくいいです。それでブラシはまあ、ちょっと太さはありますけど、オペラに比べるとそこまで太くないですね。ただ一つオイオフじゃないので、これを使った時はあのオイルクレンジングか根元専用クレンジングを使った方がいいんですけど、これもいい商品ですね。ちなみにこれリピートしてます。次は最後ですね、あのリップ2つ紹介します。ユースキンのリリップケアチューブ、リリップって言うんですね。リリップケアチューブ、寝る前にこれは主に使っていました。そう、これもあのすごくしっかり潤ってくれるのでいいなと思うんですけど、他にも使いたいのがあったから、ただそれだけですね。ユースキンでも人気ですよね。ちょっと唇が荒れた時に買ったのかな。ただちょっとこう使った後はしっかり寝たつきがあるから、マスクにはつきやすいんですよ。持ち歩きで使うというよりかは、寝る前にしっかり潤わせたいなっていう時に使うのにおすすめです。次が最後です。最後こちら、ルバンシュのベジタブルリップです。ルバンシュでこう発売されている色付きリップもそうなんですけど、食べてもいいぐらいの素材が使われていて、出産前にすごく唇が荒れてて、ルバンシュのリップを見つけて買うようになったんですけど、正直に言うと、この透明のリップは私は使い心地があんまり好みではなかったです。ただ、この色付きのこのリップはすっごく好きです。唇もこれ荒れなかったし、透明タイプはこれじゃなくてもいいかなって正直思います。ちなみに使い心地としては DHC の、 あの大人気のリップに似てますね。使い心地も色も似てる。でも潤い的にはね、他のでもいいかもってちょっと思う感じかもしれないです。ごめんなさい、正直に言っちゃうとね。なのでどのリップクリームを使っても唇が荒れちゃって合わないですっていう方は、でもこれを使ってみてもいいかもしれないです。はい、ということで以上、
使い切ったコスメを紹介しました。長かったですね。ごめんなさい。もう語る語る。ごめんなさい。もうあとうまく表現できなくて、ちょっとどうやって言っていいのかなっていうのもあったんですけど、もう全部紹介しました。そのなんか商品が良くないっていうよりかは、まあ使い心地とか、あとまあ使い方、ちょっと時間がかかるとか、今のこの私の生活スタイル目線でね、お話しさせていただきました。はい、ということでね、またね、今の生活スタイルとはこれからも変わっていくし、もっと時間がなくなるかもしれないし、ちょっと時間に余裕ができる時もあるかもしれないので、その都度合わせてスキンケアとかコスメも変えていけたらいいなと思ってるんですけど、出産前から今ですね1年間こんな感じで使ってました。感慨深いですね。今ここに並んでいる使い切ったコスメを見てると、あ、こんなにたくさん使ったんだっていう感じなんですけど、またいいものに出会えるといいなと思ってます。はい、ということで少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ちょっとここに置いてあるのをお見せするとこんな感じあるおお、こんな感じでメルちゃんもありますけど、私の顔を支えてくれてありがとうございました。感謝をして処分したいなと思います。メルちゃんも一緒に今日付き合ってくれましたので、後でチュールでもあげたいなと思います